はい、お疲れ様です。金曜日がやってまいりました。3月10日朝6時の相場解説です。今週はね、136円を不動のものとして、場合によっては137円にしっかりと乗っていけばいいなと思って1週間を過ごしてまいりました。で、途中までね、上昇トレンドが結構な圧力を持っていましたので、ひょっとしたら138円いくんじゃないのと思ったんですけど、まあそうはいかないですよね。今日の時点でこの日足を見てみますと、まあ順調に上昇はしているんですよ。こういうふうに見るとね、上昇はしてるんですけども、この陰線が、昨日から今日にかけて大きく影を落としたかなってことですよね。まあ仕方がないですね、これはね。まあでも順調にこれ上昇トレンドになってるでしょ。こうやって上がってると思うんですよ。で、若干横ばいが週の前半入りましたけども、まあけど結局は上の方に向いてきたかなってところは見てております。全体的には右肩上がりで、まだ上昇圧力が十分残ってる状態だと思います。少なくともこの3本線の135円の556は割らない、硬いところに来ましたよね。136円も今ちょっとね割りそうですけども、まあ、割ってもすぐに浮上するところに来てるんではなかろうかと思います。はい、このままね136円台をキープして終わっていただければなと思いますけども、今晩は米国雇用調整がありますからね、その時までには玉を抜いておきましょう。はい、じゃあ次です。4時間見ます。4時間を見てみますと、全体的にはこう横ばいのようにも見えますよね。横ばいの中でも高値が徐々に切り上がっている状態です。まあ、ですので順当に見れば、今この辺りにいるこの値動きもね、週が明けていけばまたこっちの方に伸びていくんではなかろうかっていうふうに見ることができます。徐々にこうやって三角形がね大きく育っているようなイメージですかね。それが4時間で見て取れるかなってところと、あと材料によって大きく突き上げられたのが、まずはね、きっかけになっておりました。で、今晩の米国雇用調整の発表にもよってですね、さらに大きく138円台に抜けるのか、それとも事件が起きてやっぱりここに戻っちゃうかってこともあるかもしれませんね。いずれにしても明日の値動きは注目です。今晩は多分米国雇用調整があった頃って私たちは寝てると思いますんでね。はい、じゃあ1時間です。今日はどうすればいいでしょうかってことになってきます。はい、昨日はですね、こうずっと上がっていったのが行動の限界点で、この辺りでも利確が入るんじゃないのっていうふうに申し上げたら、本当にそのタイミングでね、これは考えよかったですね。下の方に下がっていって、一旦は調整で上がったんですけども、さらに下の方に下がってきました。そして力点を超えて、昨日はねロスカットも巻き込みながら下の方に下がっていきましたけども、ヒゲ先でブレイクアウトセルをかけたんで、まあ何歩か取り戻せたかなってところでございます。で、現在の値動きがこちらの方になってきますので、とりあえず上底と下底を再設定するために、上底がこちらの方ね、包み足から、そして下底はこのヒゲ先とかでもしておきましょうか。で、これが今のところできる今日の仮設定の価格帯になります。一部135円台に入りますけども、135円の940と135円の450、この間の50ピップぐらいをなんとなく見ていくところから今日はスタートしようと思います。それでは。